くん。はい、こんにちは。よし、忍者ガイデンブラック、忍者ガイデンブラックのね、続きやっていきますよ。そう、帝都に侵入してボロッカスにやられたところでまたやり直しですね。よし、よいしょ。相変わらず主観になるのかな。右スティックあんま触んない方がいい。痛い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 。早くもちょっとやり直したいと思う。ボッコボコにやられてるじゃん。いかんな、こんないかんいかん。雑魚敵も容赦ないんだよな。まあ4、龍拳のレベル2に上げて使えるやつがめっちゃ強い。イズナ落としだっけな。あれが使えるようになればめっちゃ強いらしいので、それを目指してねやっていきたいな。うわあ、こいつら無限脇かに来て、ほらおいおいおい、開けちゃった。おびっくりした。はいはいはい、おいおい、あった、ほら無限脇か。ここである程度稼げはするのか。いきなりなんか稼ぎプレイする。こういう無限脇のところで基本稼ぎプレイっていうかしないと。まあでもなんか最強武器が木刀になるのかな。木刀が最強武器的な話を聞いたよな。これカットできるんだな。あ、いる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 。ああ、痛い。ボロカスやられるな。あぶねえ。コンボとか、あとこのため攻撃のあれで倒すとボーナスが出るっぽいんですけど、超この奥義みたいなのがあれかな。100ぐらいしかもらえてねえな。まあいいや。ここも敵が出てきたな。基本的に右スティックは主観モードにする利用の。痛い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 。危ねえ危ねえ危ねえ。痛い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 。危ねえ危ねえ。ほら、危ねえ。回復、カメラ周りがちょっとまだ慣れないな。右トリガーを、
おおっと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 よいしょ。あっ違う、扉の前は危険だな。ほらほら、おいおい、よいしょ、いた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 。あ、今のか。おお、一瞬出たな。一瞬というか今のが首刈り。やっぱこれからつなげた方が良さそう、良さそうっていうか、これからつなげる技なの。そう、石板拾ってただの石ではない。で、缶抜き外してこっちのショートカットね。セーブしに戻った方がいいのかな。ほらちょ、ほい、痛い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 、ほよいしょ、 OK、 なるほど、首刈り、首刈りじゃねえ、首なんだっけ、ああ首切り投げって技なんだ。切ってるように見えないけど便利な技を習得した。あんま狙いすぎるの危険だな。ほら、おっと、ガードしてると、ほらほれほれ、いいね、こうやって回復できる手段もあるから積極的に雑魚は買っていこう。強化にもつながるし、さっさと龍剣をレベル2にしてしまいたい。お、びっくりした。あやね、びっくりするわこれ。青は導きの、なんでそんなささやくように言うの。やめろ。死んだ。なるほどね。おお、あぶねあぶねあぶね、これいけるか。痛い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 、やめんか。ほら、うん、よし、あこれ、あーいける、はい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 、いろんなところいけるな。あ、なんかあるな。どうすんだっけ。おお、ちょ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 、痛い痛い痛い、なんやねん、あ、やった、痛い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 、体力増えるやつ使っちまうかな。これセーブしたいな。セーブポイントどっかあるのかな。地図を持ってない。とどめ、タイタンボールみたいに、いやまあタイタンボールがずっと後なんだけど、使っちゃうかアイテム。これをこれ使ったらさ、どうなんの。あ、一応あれなのか、まあじゃあ持ってるだけ使っちゃった方がいいのかな。え、石板、地脈を貫く、我を捧げよ、道を開くに鍵とせよ、地脈を貫く、意味深なこと書いてあるけど、時計塔広場、さっき前回の最後の方であっち行って痛い目やったかな。 OK、
こう。あ、なんかある。忍びの死体が。あ、ヌンチャク。へえ。ヌンチャク。ヌンチャクも出てきちゃった。ヌンチャク。まあ、なんか結構使いやすい武器っていうか、あれも決まってるみたいで、ヌンチャクどうだったかな。ヌンチャクもそんなでもないんじゃなかったっけ。どうだったっけ。いろいろ探索しないといけない。お、あ、ここか。なんかゴゴゴゴゴゴっつってるけど。こんにちは。ところに龍拳強化して、やったー、龍拳レベル2。お前さん忍者じゃな。しばらく前にもお前さんのような格好をした忍者が何人もうろついていたが、最近はトント姿を見殺されてしまったのかの。あ、マップ売ってる。ちょっとマップくれ。イズナ落としって、あ、これ買わないとダメ？イズナ落とし、マジか、マジか、線食べないとダメ。そう、てかセーブポイントないけど、これやられたらこっからでしょ？こっからっていうか、またセーブ、最後にセーブしたところからでしょ？結構きつくないかこれ。ここに来て急にセーブポイントが、あ、しまった。おー、なになに。いや、なんか、おお、おお、危ねえ危ねえ危ねえ。またお前かよ。おお、ちょっとちょっと、ほら、ほらほら、ちょっとちょっと、よいしょ。おー、かっこいい。なんだ今だ。おお、あ、インポ使っちゃった。あー、もったいねえ。こんなところでインポ使っちゃダメよ。間違えた。コマンドミスった。今のなんかすげえかっこいい技出た。よいしょ。おお、ほい、よいしょ。おお、おお、かっこいい。なにこれ。スタイリッシュになってきたな、だんだん。いいぞ、いいじゃないか、いいじゃないか。こういうのでいいんだよ、こういうので。うお、ほら、よっ、ほら、いって、ほら、うわ、痛い痛い痛い、危ねえ。おお、そら、首かり、首置いてけ。お前大将首か、首置いてけ。ほら、うん、やった、ほれほれ、ふい、ふう。ああ、体力一気に回復した。で、こっち、あ、なんか、あ、気力の限界。へえ。これじゃあ使ったら、ああ、もうそのままポンって増えるんだ。へえ。気力ってのが確か、ま、あ、魔法じゃねえ、忍法を使うの必要なんだっけ。よし、やってこうじゃないの。あれはいくら ?580 か。1000貯めて、イズナ落とし買わなきゃな。閉まってる。こっちじゃダメか。あっちか。
早い早い。いいね。これか。お、ロック解除。よし、こっち行ってみようぜ。これはカット。お、びっくりした。黒装束の忍び、横島なる意図を持ってタイロンの町に暗躍するあり、心怪しきジグモの一味にして我らが大義を害する者ども、生かしおくあたわず。なんかすごい言い回しが、がしおくあたわず暗躍するあり。なんかある、あ、黄金のスカラベじゃん。やった。あいつ、あの人のとこ持っていかなきゃな。なんかいっぱいある。これなんだろう。なんか違う武器でいかないとダメなの。こちらからは不足。これなー、あ、ちちちちちちち、これはこうしていくのかな。あ、ほい、オッケー。あー、戦闘だろうな。十中八九戦闘だろうな。違った、違う。おお、ほら、やっぱりこんな狭いところで来るな、お前ら。危ねえ。うわー、いや、痛い。ほら、うわ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 、ほら、いた、いった、やばい、ガー、回復使おう、もったいないかな、やめろ、おお、ちょっとちょっとちょ、まずいまずいまずい、ほら、すきゃい、よしよし、一体やった、ほら、ほら。ほら、よいしょ、はいはいはい、うぅ、あぶねー。おお、大量に手に入った。おおほほほ、感想がおおほほほほとかしか出てきたね。なんだこれ、怪しいな。明らか怪しいけど、これここ、これだけか。うん、まあまた戻ってくれるし、いいか。よしよ、イズナ落とし。おわ、5000ももらってる。ちょっと待って、イズナ落とし買いに行こう。やべ、超もらえた。これはテンション上がりますわ。うわー、ちょっと待て、なんだお前ら。ほら、おお、ほほほ、スタイリッシュ。おっと、あっ、ついつい、ほら、スパーン、首置いてけ。はい、よし、いいじゃないか、いいじゃないか。よし、撃ってくれ、イズナ落としとやらを。火炎竜の術、よし、このイズナ落としね。よし、冷戦、うーん、うーん、2個ぐらい買っとくか。え、ヌンチャクって武器じゃないの。ああ、まだあれか、できないのか、強化が。あ、てかこれそもそも強化ができない、レベルが書かれてないってことは、これ強化できないんだ。ね、今のでイズナ落とし、スロー、XYXXXY ね。はいはい。え？ちょっと練習するか。ありがとう。XYXXY。あれ？ XYXXY。え？敵とやっぱ戦ってる時じゃないとダメなのかな。
スローって書いてあるな。まあまあ投げ技か。よし、まあいいや。とりあえず実戦で試してみよう。あんま強くないやつがいいけど。ザコ戦もな、ザコもそんなザコじゃないんだよな、このゲームは。おお、ちょ、くそ、こんな狭いところで戦うのはやめろ。こっち来い、こっち。お前ら、広いところに出てこい。いったん、くそ、おら。うわあ、間違えた。おら。間違えたよ、もう。あれ、いなくなった。ああ、よかった。あいつら、どっからでも出てくるな。さすが忍び。なんだ、あれ、こっち違う、違う。椅子の落とし試したいけどな。あいつら相手に繰り出せる自信がないぞ。XYXXXY ね。なんか広場に出たな。セーブポイント欲しい。この辺りの地図持ってない。さっき買わなかったっけ。あ、そうなの。飽きそうにない。あれ、さっき買わなかった。黒書、XYXXY、 ジャンプ中に XXXY、 ジャンプ中に XY、 ジャンプ中に XXX。 あ、やっぱ敵がいないと発動しないんだ。敵に食らわせてる間じゃないと斬撃を。うわぁ、出てくるよね、出てくるよね。ごめんね、ごめんね、ごめんね。出てくると思ったよ。くそ。あっか、あいつら削るだけ削ってどっか行きやった。ん？あれ？おぉ、ちょ。あいつら店の中まで追っかけてこない。何かの釣りらしい。ん？あれ？マップ買ったよね。あっち都市部じゃないからか。都市部こっち？こっちだと使える？違う。閉まっている。ああ。あれ、なんか出たっけ？タイロンは城門のごとき扉で仕切られた扉。ああ、そっか。なんかやんなきゃいけないのかな。あ、これひょっとして目の数の分扉くぐっていけってことか。閉まってみる。で、この石板も気になるしな。この石板どこにはめるんだろう。石板のかけら、道を開くに鍵としてようだか。こっちは百合の印。こっちは鍵閉まってるしな。地図持ってないとか言われるしな。じゃあどこの地図買ったんだこれ。都市部だからてっきりこっちかと思ったのにな。なんかチューチュー言ってる。ネズミ？あ、こっちなんかどっかから行けるのか。これなかなか
ノーヒントに、ノーヒントつらいな。やっぱこっちかな。痛い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 。もう遠距離でめっちゃ撃たれる。あれ？痛い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 。やばいぞ。これはこれはいけませんね。詰まってる。内側じゃなさそうだし。ここは開かない。なんかどっかあっちでなんかやるのかな。うわっ、ちょおー、びっくりした。あっ、おーいしょ。あー、いけそうだったな今。やめろ。X Y、 あっ、 X やめろ。痛い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 。ほら XYXY、 XY、 くそ。ほら、XY、XXX、わら、いい砂落とし。おー、今のか。決まったぜ。やっぱこっちかな。うわー、ほらほら、よいしょ。やばい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 。ほらほら、痛い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 。こいつら攻撃力やべえ。ほら、やばい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 。おおおお、ほら、え、あ、違う、そっちじゃない。リュウちゃんと狙って。ほら、痛い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 。そう、やばいな。いい加減何かどっか見つけたいが、何もないのか。忍びばっか出てくんな。なんかどっかにないのか。え？マップもないしな。どこに行くべきなのかがちょっとわからんな。そこなんかありそうなんだよな。なんかあったっけな。あ、スカラベ渡さなきゃな。えへへ、ざっくりざっくりしてらっしゃるガイドマップ、これか。ざっくりしてんな。掃討者の像とかに何かするのかな。ハンズバー、羽橋、地下神殿の扉、ピラミッド。ざっくりしてたな。なんだ、なんかいるのかな。ほらほら、ほらほらほら。こればっかりだ。ダウンさせたいんだけどな。逆にこれ使いづらくなってる。なんかヒントくれよ。いやー、3個で何もくれない。困った困った。火炎竜の術とかも買った方がいいのかな。木刀はすごい鍛えれば最終的にめっちゃ強くなるっ
て、確かサイトには、あんまな、攻略サイト見ながらはやりたくないけどな。基本的なこう、進め方みたいなのは見たけど、進め方というか戦闘指南みたいなのは見たけど、ちょっとあまりにも下ってるからちょっと確認しよう。ググろう。よくわからん。こっちが分かりにくいわ。あんなところに道があったんだ。おっと、くっそ、待って、お前らいるか。ほら痛い。おっと、ほら、へい、痛い。よいしょー、水の落とし、いいね。こっちになんか登れるところがある。あー、ここか。わかんねー、こんなところ気づくか。ここになんかあるっぽい。こんなところがあったか。あ、なんかある。あ、スケロクの手帳。1月24日夜のビゴルで見かけたあの女、すこぶる付きの美女なるも、ただ忍びの一字持って心確かに惑うことなし。忍び、忍か、これ。この場合。2月2日、あの女に再び出くわす。あの女、化け物どもをたちまちのうちに成敗せり、その奮闘ぶり、美しき容姿に似ず、苛烈を極め、尋常の人の類ならざる。これ、類ですね。これね。なんで私は最初の時、類って読んでたんでしょうね。ありえない読み方してますよね。そう。剣族を蛮族と呼んだりとか、もう脳が死んでたな、あの時は。2月6日、MSAT の銃撃に不覚を取り、深げ手を追う。ジグモの仲間とは連絡つかず。もはや、兵糧は喉を通らず、
我が命運も尽きたり、任務に死すは忍びの本懐。しかして黒竜丸なる魔刀の行方、なんだっけこれ、あんじゃねえぞ、あんずじゃないよね。依然としてじゃなくて、依然としてかな。いや、そんな複雑な感じだっけな、これな。それがただ心残りなれど、同胞をこそ信じ、今はただ末期の痛みを、感じするのみ。2月7日、華々しく衰弱したるも、未だ死なず、いずれ死ぬるは必定なれど、今ひとたびあの女にまみえたし。ひたすら女に会いたいってことが、あ、スカラベ。女に会いたかったんだなってことはよくわかりました。バカチン。バカーもう。もう。ジャンプアクションミスるよね。もうぐったぐたじゃねえか今回。ああ店に入っちゃうし。まあいいや、スカラベ持ってきたよ。何もくれないんかい。5個目になんないとくんないのかな。もうこれどうしよう。 YouTube にはそのまま上げるけど、ニコニコには非常にぐだついた動画を上げるか。さすがにカットだ。くそ、てっ、おっ、やるね。おっ、避ける避ける。ああ、ちょっとちょっと、画面外はやめろ、画面外は。よいしょー、いい落とし。やった、おいって、よいしょ、あっ、へい、ほいほい、おっと、ほい、あいった、ほい、はいはいはい、よいしょー、はい、よし、絆落としは楽に決めるんだな。もうだいぶ、はい、ほんと、絆落とし楽だな。決まれば一撃ってのが、ね、もうさっきな。何やってんだか。結構ね、カメラワークとかが、あれだから、難しいんですよね。思った以上に。よし。結構ね、竜はやぶさ、融通が効かないジャンプするよね。飛ばなくてよかった。よし。え？それだけ？あ、なんかレバーある。これがね、ほい。あ、やった、ロック開いた。これでいいの？ちょっとね、ちょっとだけ戻って、アイテムが、取り物、物があるっぽいから。よいしょ！おほほ。はい。はい。ちょっと拾いに行こうか。多分ね、アイテムがさっきの階段のところの、どうもここに取り漏れが、青いパイプをもう一個ぐらいあるっぽい。ただなぁ、ちょっとなぁ、これ、敵をね、倒しよう。やめてくれー。青いパイプって、痛い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 、なんかパイプがもう一個どっかにあるっぽい。おお、よいしょ、おお、気持ちいい。青いパイプって書いてあったけど、
物横のパイプを使って階段横のバルコニー。新明治はどこにあるんだけど、どこに出て、これ、あ、青パイプってこれのことか。いた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 。あ、あれか。あそこにも青パイプある。いたいたいた。あ、これ？あー、こんなところに。はいはいはい、あった。これ大事ですよ、新明獣。体力が増えるから。オッケー。陰陽等車まで来たな。海、海人列在前。わー、忍びの呪文ですね。忍びの呪文ですね。開いた。やっと進めるぞ、先に。喜び通り。セーブポイント欲しいんだけど、セーブポイントないぞ、ここまで。なんかどっかにあるって書いてあったんだけど。あ、あれセーブポイントじゃない？ハンズバー、やっと着いた。ふぅ。パーティーのチケットはお持ちで？いや。これじゃ入れませんな。今日はそういう日なんでね。そうなんだ。ああ、やったセーブ。おお、はいはい。あ、忍者たるもの、あらゆるものに注意せよ。怠ること許されず。どっから飛ばしてきてんの俺。日頃のご愛顧にお応えして、当店でお買い物のお客様にもれなくハンズバーご招待券を進呈。時計台そば、武器道具、武器武具ブラマサ。さっき買い物しましたよ。なんでその時くれなかったの？ケチケチ、村正。伝説の刀匠のくせにケチだな。まあ、いろいろせちがらいっつってた。わ、そのうち竜に当たるんじゃねえかこれ。知る人ぞ知る伝説の武器をこのタイロンに持ってきた。人も通わぬ暗き袋小路の、ただ忍者にだけ達しうる高みにそっと隠しておいた。心づくしゆえ必ずや受け取れ。それさ、もっと分かりやすいところに置いといてくんない？え？この辺りじゃない？じゃあ、ね、忍者のみっつってるしな。あれ、うん、絶対違うな。あ、なんかある。上に登れそうなところはある。あー、どっからか。待て、よくよく見るとここすごく怪しい。あっ、よっよっよっ、あ
今のつかめ竜、今のぐらいつかんでくれよ。だいたいこういう青い線が竜竜高さが足りないのかこれ。あ、行った。ああ、お風車手裏剣。おお、何それ武器これ。あ、飛び道具。風車手裏剣。おお、おほほ、 X不思議な形の機械だ。体の中に力がみなぎってきた。おお、何それ回復できるのすげえ、さすが XBOX。 これのことなの。まあありがたくもらっておくけども、じゃあ村間さんのところに戻るのか。また戻るっつってもすぐか。くらえー、おーおーおおおほら、ほいほい、いいね、よいしょ。あ、いいねいいね、ほいいいじゃない、これいいぞ。おお、スタイリッシュさが増したね。村正、はあ、スカラベー、お、5個になった。お、剣豪の腕は、ちょっと待て。あ、ちょっと待てよ。なんだその腕は。あ、投げ技の威力が上がる。攻撃力が上がる。へえ。まあ防御力かな、でも。じゃあなんか買い物したらくれるの？じゃあまた黎明。お、忘れすぎだろお前、最初の時にくれよ。わ、結構高えな。売るとかはないんだね。とりあえず今は回復アイテム買える分だけで十分だ。よし、行こう。ハンズバーに入ろう。うわっ、くそっ、うわっ、やめ、おおっ、よいしょ、おっ、よいしょ、痛い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 、はいはいはい、よいしょ、いずま落とす。おい、今だ、くっ、いって、やめろ、ほらほら、はいはい、いずま落とし。おお、巻き込んだ。おお、ほほ、巻き込んでも一撃なんだ。いいじゃない。よし、あ、チケット持ってきた意味。うわあ、キモ。ランポスと同じ鳴き声。急に腕組みしてる。私はハンター、魔人潰しのレイチェル。あ、レイチェル。あれが魔人ってやつか。めったに見るものじゃないけどね。もともとはどれも人間だった。人間？素質の問題よ。そうなってしまう人は避けようがないわ。悪人だろうが善人だろうが。
お前も並の人間じゃないな。複雑よね。あなたはドークという銃器を知っているか。居場所が知りたい。どういうこと。奴を殺す。何を言ってるのか分かってるの。殺せるならとうに私が殺してるわ。あいつは私から妹を奪ったの。騒ぐ夜ね。レイチェルもデッドアライブに出てるのかな。どうやら話が合わなかったらしい。ゼニガトのとっつぁんみたいなやつ。気にするな、ただの通行人だ。マッドークとやらの話はうまくいってほしいもんな。全然ゼニガト。ああそうだ、レイチェルのことはよく知ってるがね、いい子だよ。誰だお前は。ここでバタって倒れてたら面白いんだけど。何者だよ。あ、終わった。やったークリアタイム44分はかかりすぎだろ。あー、常人止まりか。やっぱクリアタイムに影響されるっぽいな、かなり。チャプター5、魔人の街。魔人という奇妙な生物、そして魔人ハンターレイチェル。なんかデビルハンターダンテみたいね。タイロには謎がある。ドーク銃器鏡はどこにいるのか。今はまだ糸口さえつかめない。おお、また飛ばしてくるね。ガチャ。あ、百合の鍵、やった。ドーク銃器鏡の足取りをたどるなら、ルオーク総員こそはゆかりの場所。総員へ行け。羽橋を渡れば、そこはルオークの町。ルオーク。しゃあ、やっていくか。宝箱あったよね。パッと。あった。えい。あ、黎明薬。よし、ありがてえ、ありがてえ。あ、なんだ。あ、地図じゃん。やっと手に入れた。もう、序盤で手に入れさせて、これ。ドゥオークね。あそこか。羽橋。はいはい、そっから羽橋にからドゥオークに行けるのね。よし、なんかいるな。痛い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 。なんだよー、ほらほらよいしょ。うい、狭いところやっぱ戦いにくい。常にローリングで移動した方が良さそう。あ、なんか今左に一瞬見えた。黎明薬いいね。おお、なんだよお前、復活してらっしゃる。おらーっとおほほ、うわ生きてる。ちょ恐るるに足りず。おっと、ドークシスメし、慈悲はない。よいしょ、亡命た世界で。ほら、やっありそうだけど、なんもないのかもしれない。
お、なんかある。古びたゲーム機が置いてある。画面が点、何やら点滅してるが、ゲームは遊べないようだ。なんだろこれ。あ、これなんかパチン、スロットか、これ。あ、あれかな。スロットはあんま詳しくないけど、なんかゲーセンとかにも置いてあるタイプのやつ。タイプというか、なんかある。なんかある。うん。竜。よし。あ、ドゥオークの地図。ああ。なんでドゥオークの地図はこんな早い段階で手に入るんだよ。よし。やっちゃった。おお。あっ、いった、ごほやめんか、痛い、おー、痛い、おー、おいしょーだー、よし、やっぱ攻撃しないと通れないっていうか取れないな、あれ。あ、でも無限に回復できるんだ、いいね。よいしょ、 X、 X ステーション、ダブル X、 ダブル X、 羽橋、こっちからなんか買っとくかな、5200もあるしなでもなんか強化とかにめっちゃ使いそうだしな、うわぁ、痛い痛い痛い、やめろ、なかなか。でもガードされたりとか結構隙も大きいんだな。こっち、おっと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 、忍び、ほら、うっ、くやめて、うわあ、もう、もう横から、よいしょ、よいしょ、決まった、ほら、痛い、よし、おお、回復アイテムばっか出るな、こっち、あれ閉まってる、ドーク重機橋の足取りをたどるなら羽橋を渡れば、羽橋広場、あ、黄色が多分通れそうなところ、赤は完全に閉まってるから、あ、そっか、ユリの鍵もらったんだ、思い出した、鳥頭ですよ、すぐ忘れるんだからさ、こっちか、そーこっちね、はいはい、おっ、おっとっとっと、くっ、よいしょ、バカめ、近づいたな、ほら、いいね、はい、やっぱこういうところも隅々探索しておかないとな、怪しいところはとにかく三角飛びとかで登っていく、あ、ちょちょ、竜、竜、敵来てる、竜、いやー、ほらー、いいぞ、剣のサビにしてやれ、なんか今更飛んできた、なんだよー、
壁を走り、さらなる壁に飛び移る。あ、はいはい、さっきやりました。さっきね、やってね、失敗っていうか成功したんだけど、余計なことして失敗しました。こうね、はいはい。で、これ取りたかったの、これ間違えてジャンプボタンを押しちゃうっていうね。よし、いいぞ、順調に進んでる。うわった、やめろ。いった、なんで自分の、いった、爆風にはそいつら無傷なんだよ。やめろ、やめてくれ、痛い。おー、よいしょ、ほっ、よし、捕らえた、ほらー、おー、生きてる、よし、クリカッター、よいとけ、いて、よいしょ、ドゥウォークへ行ける羽橋のところだったんだ。あ、これはペガサス、なんか一貫性がないな、ドクロペガサス。あ、おお、これでショートカットが、よし、いいですね、はい。というわけでセーブして、まだまだやるぞ。放送して1時間か、まあもう1時間30分から1時間ぐらいは、いや、ういって待ち伏せするよね。羽橋広場、ゴロンゴロンゴロン、ふぅ、うんうん、よいしょ、はい、おっと、いった、やめろ、はい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 、しっけ、ん、なんかあるな、扉がある。これは？あ、なんだ？わあ、わあ、物騒なやつがいる。ほら、グレネードランチャーはやめろ。あ、しまった。で追ってしまった。これなんだろう。なんか武器。壁を走る。あ、はいはい。武器によるのか。武器か、それとも。違うな。でもヌンチャクの時ちょっと手応えが。なんだこれ、忍法、忍法使うのかな、違うっぽいな、絶対違うな、違うな、強い、あ、 C4 爆弾、いや C4 爆弾なんてあるっけ、あたりのなんかあれがよくわかんないな。あ、スカラベある、スカラベあるけど、これ落ちたらどこまで、まあ、勘抜き上げてるからいいか、よし、やった、あ、落ちちゃったよ、これどこまで戻った、あ、そんな戻って、あー、なんだここか、おおおお、痛い、なんだここかって言ったけど、多分俺あんま知らないぞ。あれ、さっきのとこ、これ痛い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 
足りねえな。ほら、よし、よし、掴んだ。ほら、よし、一体巻き込んだ。また復活してる。よいしょ。あ、なんか勝手に巻き込まれた。オッケー。回復。羽橋をじゃあ下げるか。どっかに装置あるのか。羽橋下げるための装置がどこかにあるのか。あれ、これやっぱさっきのところかな。ちょいちょいなんかさせてくるな。なんか青はでも導きのなんちゃらっつってたな。導きの証っつってたな。書いてあるけど、レイチェルの武器もらってないよ。あれ？なんか俺逃してるかこれ。あ、なんかまた降りてきてる。あれ？間違えてる。こっちじゃないぞ。拾い忘れてる。
痛い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 。痛い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 。ガードしよった、これ。ないじゃん、なんもないぞ。橋が降りないもんな。今いるのがタイロンでしょ。こっからん？なんか急に飛んでんだよな、攻略サイトの説明も。あれ全然わかんねえ。羽橋はどうやって降りるのかな。なんかあるのかな。跳ね橋のところでいいのか、当たってんのか。跳ね橋を下ろす鍵がどっかにある。
メですよね。こういう時にあやねヒントくれよ。なんかあんのか。途中なんかあったっけ。また探索がどっかにあったっけな。なんか必要なやつあったっけな。壁を走り直前のやつしか見れない。なんかあったっけ途中。うわあもう。痛い。狭い。このあたりやっぱなんかあるのか。あ、なんか上にあるな。あれ、あの上にあるのなんだっけ。の道からどうにかしてこっち行くのかな。いやでもあれなんか関係なさそうな気がするな。これこっちかーい。これかー、あったー。ペガサスの鍵あったー。もうこっちかー。これなー、まあ、YouTube 版は一切カットするけど、歩道版は大幅カットですよ。カットだらけだ。さすがにこれはカットですよ。どうせあいつら湧いてくるんでしょ。もう、ああもういいよ。狭い。もう狭いところで戦うの。いや、さあいつらあくまでも自分のたちの得意なテリトリーで戦う気か。お前さあ、あれ、あ、帰った。なんだよ。ああ、これ羽橋だけを止めておくだけの機械がよ。わあ、やったー。なんか後ろから来てたな。まあちょっと長いことやってたし、同じところでいいや。もういろいろ無駄にした。無駄にはなってないな。まあ、
稼ぎにはなったな。9080も溜まってる。よいしょよいしょ、いつだ落とし、とうわ、あ、消えちゃった、もったいない。よし行くぞ。これは、え、いや、跳ね橋を上げる理由がない、ないんですけど、なぜ。いや、なんでわざわざ上げ、あ、なんか閉まってる、ひょっとしてそういうことかもしれん。まあいいや、とりあえず下げても先に進んでみよう。なんでわざわざこんな上げ下げする必要が、あ、後ろからひょっとして何か来るとか、そういうわけではなさそうだし、道も塞がってる感がないな。羽橋坂、お、また忍び、くそ、ほら、ほい、あ、なに、うわ、くそ、うわっ、させるか、イズナ落とし、なに、うわっ、あー、いや、もういっちょう、おお、よしよしよし、強い、これは強い。うわ、いろいろあるな。あー、スカラベある、結構スカラベ落ちてんな。よっしゃー、いくぞ。停滞してた分また進めなきゃ。違えた。こちらからは開きそうな、なんかある。ホール、ぐるーっと回れるようになってる。なに、なに、戦闘か、おら、今さら、なに、やばい、グレネードはやばい、お前、おら、はいはい、あ、水だ、落とし、いやはは、くそ、着地狩りはやめろ、ほいほい、はいはいはい、水だ、落とし、よし、あ、恐るるに足りず、ルーク総員に行けばいいのか。おお、うわー、間違えた、よいしょよいしょ、よけ、うん、はい、華麗にイズナ落としを決めていく。なんか、あ、ここ登れないのか。しかしな、忍びがいっぱい出てくるな。あ、なんかある。あ、名名役。いいね。あ、スカラベ、無造作に置いてある。ここは登れないか。うわあ、あ、セーフポイントか。うーん、なるほど、やっぱりあの、あそこに行く必要があるか。とりあえずぐるっと一周回ってみた。はい、開いてません。こっちがね、じゃあ必然的にこっちしか行けない。おっと、何、多い、ちょっ
は4バカ野郎4人に勝てるわけねえだろ。痛い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 、好き勝手やりやがってこの野郎、危ないギャちょっと待ってちょっと待て、あああいつら好き放題やって帰りやがった。ああ、なんもない。そう、あいつら好き勝手やって帰るか、もう。うわあ、また来やがった。痛い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 。痛い。うぅ、やばい。くそ。やめて、もう。ああ。痛い痛い痛い、くそ、こんな狭いところでよいしょ、壁に進めていく、よし、ういう、そう、2個も使わされるとは。ジウモ忍者やっぱ厄介だな、あいつらちょっとして油断で一気に持って帰る。んまた行き止まり、なんだ、おお、なんか勝手に閉まった、あっ、そっ、あっ、何、なんだ、うわあ、ああ、うわあ、おお、うわあ、火入ってる、うわあ、ちょっと待って、おいおい、いって、痛い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 、わあ、そう、飛び道具が引き上がらねえ、やべえ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 、おっと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 、いやー強い、やった、インポ使っとくか、痛い痛い痛い、うわっ、あー調子こくとダメだ、おなにに、いいね、効いてる効いてる、おお、よっと、すげー、あぶね、おっと、うわっ、抜けて、あぶねえ、ほら、うい、いって、うわー、あぶねえ、あぶねえ、ん、倒した、あー、やべ、あー、くそ、貴重な札を、あー、倒した、もったいねー、札が美味しすぎた、さすがね、一体どういう人、人間とはかけ離れた強さだわ。忍者は所詮人に過ぎない、お前の血とはわけが違う。本気でそう思うの？私だって昔は普通だと思ってた。でも実際はそんなんじゃなかったって悟ったわ。双子の妹が呪われて獣鬼教になり果てるところを見た時にね。闇の住人よ、今の私は。どうか。アルマは闇の魔道に見入られて、そして落ちた。魔人は闇に潜む邪悪に突き動かされる惨めな存在よ。救われる道は一つだけ。殺すのか。妹を、アルマを殺すわ。
そのためにハンターになった。この総員の地下には確か、うわー、キモ。丸飲みされた。なんだそれ。いって、触手か。いって、これ拉致が当たんな。いって、あ、切れた。いって、いやー、よし、切れた。ま、なんかまずい。痛い。ボディボディ、ほら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 、わあ、なになになに、うわ、いやー、そんなありかよ。よいしょよいしょ、痛い。よし、狙いにくい。よいしょ、あ、よいしょ、オッケー、あ、救い出した。ぬるっとしてる。こいつも魔人か。こんな化け物見たことないわ。なんだか変よ。やたらに数が多いのも。あやねか。無頼に使われているようだな。魔人の増長は黒竜丸のゆえ、かの刀未曾有の的にして邪悪なる者に計り知れぬ力を与えましょう。この地へ至り、その魔力尋常ならず強まっています。私も血が騒いでた。血は全ての人間を支配し、魔力はそれに刺激する。アヤネ、レイチェルを頼む。わかりました。デュー、この総員の地下には神聖皇帝の居城ザルカンへの抜け穴があるらしいの。ドークもきっとその先に。黒竜丸の力が尋常ならず増大している。
まず間違いありませんな、国士体系閣下。この地へ足を運んだこと、無駄にはなるまいな。もちろんです、閣下。私はいついかなる時でも、いい加減なことをお伝えした試しはありませんでしたが。さあまあな、力はよく飛んだ見落としをしていたというものだ。ああ、チャプター5終わった。いや、タイムが迷ったからな。あ、でも通るよな。チャプター6、総員。帝都の闇、夜闇にそびえ立つドゥオーク総員。皇帝居城ザルカンへとつながるという秘密の道。今はただビゴル帝国の中枢に迫るべきここを短所と信ずるのみ。しゃあ、おお、なんかある。お、新名手だ。新名手か。よっしゃ、やっていこう。総員別館。当ててちゃう。何も越さない方がいいのか。あ、前に越すとあれが出るのね。1万あるしな。いや、これぐらい買っとくか。火炎術買っとくか、せっかくだし。よし、忍法火炎竜の術。なんか結構いろいろ落ちてんな。お、軌道へ。なんかえらい光って。わあ、なんだなんだなんだ、キモ。おお、うわ、くそ、痛い。よいしょ、イズナ落とし。また雑魚のレベルが一段と上がったな。よし、落ち着いて落ち着いて。よし、OK。の、総員の地図。垢抜き外して、おお、いやー、ちょ、いや、おお、よいしょ、ほい、あー、しまった、掴む、そい、オッケー、まあでもこっちだろうな。開いた。ん？ロード？あ、なんかちょっとだけ
気が変わった。なんだ、あ、なんかある。おっ、黎明薬。なんだ、よいしょ、起動薬。あ、これより多くは持てない。あ、じゃあ忍法使うか。敵が出てきたら何もなかった。こっち、なんだ、あ、なんかいる。お、お、なんだなんだ、うわわわ、忍法、おお強い。なに、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 なんだやん。おお、よいしょ、いい砂落とし、巻き込む、あー巻き込めない。なんだなんだなんだ、そ、痛い、よっしゃ、いやー危ねえ、よし、お、はーい、うわ、お、よいしょ、危ねえ、やっ、はい、いい砂落とし。おっ、あぶねえ、起動薬、ああもう一回使っときゃよかったか。ああでも一個しか回復しなかったっけ。よし、もったいない、もったいない、拾っとかなきゃ。これかな、インタラクト、何かを載せる台座だ。何か書いてある。真なき者は歓待されざるを持ちて再びいずることあたわず。歓待されざる、何それ。よくわからんな。なんか持ってこいってことか。あー、じゃあなんか探さないとダメか。これ探してこいってことか。あ、なんか入れた。こっちか。相変わらず分かりにくい。あ、なんか書庫みたいなのが。あ、なんかあるぞ。お、なんかいろいろある。あー、鍵閉められた。うわあ、くそ、ほら、よいしょ、あっち行け、行って、首置いてけ、もっとあって、痛い痛い痛い、くそ、いやー、やっぱ空中のやつは厄介だ。くそ、逃げるんじゃない。カメラワークか。よいしょ、どこ行った。 あれどこ行った。おっと、危ねえ、ほら、出やがった。あぶね、いや、くそ、空中に浮いてるのは卑怯だってば。手裏剣で死んだな。あー、なんかある。お、いろいろあるな。これなんか取れる数決まってるとかないよね。ビゴルマシン比1。由来これらの怪物を魔人と言い習わすことになった。多くは人間が変じたものであり、魔に見入られて生きながら魂を奪われた状態となり、しかしながら魔人の超人力は人間の比ではなく最上級の魔人ともなれば、ある意味で霊的物的存在の究極の姿を示すこととなる。
歴史的に見て我がビゴルの後遺者たちにはそのような存在と目されるものが多い。魔人が神聖視されるゆえんであろう。時に魔人は死者の肉体から生ずることもあるとされ、この状態を作り出すことに中世多くの司祭が不信した。いろいろあるんだな。あ、まだあった。魔人に関するほとんどの記録は中世以前のものであり、中世に至って魔人はその数を減らし、めったに衆目に触れることがなくなった。ビゴルの皇帝は全ての属州の導き手にして、我らビゴル教会の神聖にして不可侵なる絶対思考者に他ならない。階を問わずその力、万物万霊をすべ、保う。はい、これ見逃しに9個目、あと1個。あ、なんかある。絶対あれなんか壊す。え、あ、石板ある。ん、何これ、変わった形の美術品。あ、爆破手裏剣。え、それは何回も使えるやつ。あー、なるほど、15個か。こういうのって、あ、やった、10個目。よっしゃ、石板のかけらゲット。これ見よがしにぶっ壊せそうな壁があったな。爆破手裏剣か。あ、違う、なんだろう、インタラクト。あ、え、これだから、おお、あ、爆破、うわっ、ちょ何の前触れもなく出てくるね、君らさ。うわー、ちょ、戦いにくい。いってあっ、もう戦いにくいところで出てくるな。これでも食らえ。ああ、え、当たってない、痛い。このお前に当たるんか。痛い。戦いにくい。ほら、はい、絆落とし。あ、倒した。ああ、あ、また湧いてる。もう痛い。よし、やった。爆破手裏剣でも貴重だな。あ、なんか、すごいところに出た。うわー、え、うわー、これまた行きたくねえな何度も。よし、黎明役か。大丈夫かなこれ。ほっよっ、よしよしよし、危ねえ。
か、こっちにもある。あっちにスカラベ。お。あ、そんなこともできる。よし。あ、できたな、そういうことも、そういえば。よいしょ。あ、機動戦略。よし。よし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 。落ち着けよ、リュウ。リュウ。焦るんじゃない。よし。こっち。司祭の部屋。爆破はちょっともったいないな。なんかこう、大事なところで使いそうだから、基本は、まあ、風車手裏剣かな。コスパいいしな。あー、なんかいろいろある。あ、なんかある。おー、なんだ、テレレン。え、感情の銅、銅なんちゃらぞ。なんて書いてんのかよくわかんない。銅妄想って。あ、なんかヒントあったっけ。ダイヤル式。なんかヒントあったっけな。あるんだ。あ、本当だ。27の日、12の月、偉大なる皇帝陛下より誕生日の祝いとして英語の書をいただいた。大変ありがたいことだ。誰にも取られないように厳重にしまっておこう。なんだって、俺と同じ誕生日じゃないか。左右左ちょっと待って、もう一回読む。同じ誕生日だったことに感動して。左右右左。違うよね。あ、左右左。あ、分かった。27、12でしょ。だから、あ、なんかついた。はい。あ、いや、で、右で。おー、やった。英語の書しまった。うわあ、もう痛い。いって、はい、椅子が落とし。いって、もう。ほら、結構きつい。そして、痛い。
いってだいたいたいたい。うわあ。何？まだいる。あ、まだいた。オッケー。よし。え？ああ。またこれ戻らされる。それっぽいな。スカラベ10個集まったから英語の書をあそこに置けばいいのかな。ていあーめんどくさい。よいしょ。でも始まらん。殲滅だ。とにかく落ち着いて水の落としを。この広さなら連続で決められる。よし、オッケー。うわーおーっそくそ。やいって。ああ湧いた。おっと、いや、よっ、よいしょ。はいはいはい。こいつめんどくさいな。これを置けばいいのね。はい。あ、見なかったなこれ。開いた。あ、忘却の書見なかったな。なんか書いてあったんだな。どうすか、ちょっと一旦戻ってアイテムとか買い足してもこの先村正の像があるかどうかもわからんしな。ちょっと戻ればあるし、村正の像のところで一旦戻るか。戻って買い物してセーブしてもうちょっと進めよう。よし、スカラベも持ってきたよ。お、11個。おお、やったー。体力増える。ここぐらい木刀強化した方がいいのかな。基板のかけら、わあまだか。右左、あ、これ増えた分回復しねえんかい。ケチな作りだな。まあ、そんなこと言っちゃダメか。よし、もうちょっとだけ進めよう。うん、邪魔します。ちょっとだけ雰囲気が変わる。露骨にあいつら無視していくかも。めんどくさいな。痛い。しかしまあ稼ぎも必要。いや痛い痛い痛い。よいしょ。おっと、ダメージ受けてるし。よし、オッケー。わあ、まあほら、うわあ
逆にダメージ受けてるじゃないか。救いようもねえな。あ、だから降りるとするか。よし。そう。セーブポイントもある。スカラベもある。12個目か。お、地下墓地。地下墓地。ああ、長い。まあでも一本道だな。お、爆破手裏剣。いいね。行くぞ。総員までクリアしたいな。こっちか。わあ、なんか気色悪いのある。死のカエル。嫌な予感がするなぁ。爆破手裏剣。おだーですよね。シュチ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 ュ。行って、いや、ちょっと待って、ああそういうことか。あー、痛い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 。あっ、でうっそしかも戻されたし、体力減ってるし、ちょっとなんか、ここまであれだったらこうした方が早いような気がする。もったいないよな、こういうところで回復アイテム使う。直前にセーブしてるし。急にか。急にバイオハザード4になった。総員。あっ、ちょっと、いきなり。もう拾ってるよな。手持ちの分で十分。あ、ここで実際無限に拾えるのか。よし。お。よし、今度こそ。うわあ。ちょ、壁、壁伝っていう。やばい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 、来てる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 、痛い。あ、もうむずいぞ。もう一回だけチャレンジしてみよう。結構難しいぞ。そう、竜壁を走って、あ、届いてない。ちょっ、捕まった。あーあーこれダメくせ。悔しいな。ちょっとこれ、ほんとこれに体力使うのもったいねえな。直前にあるからもう申し訳ないが、ロードを繰り返す。これその間にかコメントサーバーが接続できる。コメントサーバー。よし、コメントの読み上げが作動してなかった。まあ、もうほぼ終わりなんだが、今回の配信は。
ちょっと今ので音声が飛んだかもしれん。よし、ちょっとここ難しいな。壁走りをふんだんに使っていこう。もう覚えゲーだな。いやなんで。ここはもう壁走りせずに走って走って、こっからまた壁走り、もういける、もうゴール、痛い、あーったくそ追いついてくるんだけど、あれどんだけ先に行ってもすごい勢いで転がってくる、長え。こんなところでつまずいてたらもうダメだ、左の方はダメだ、いや右か、竜から見て、もうグダグダだよ。これ難しいな、ここ。とりあえず真ん中を走りながら、よし、でよしよしよし、でどんだけやってもこいつ追いついてくんだけど、いける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 、やった、おお、え、ほい、あ、違う、ちょ、戻っちゃったもう、はい、ありがとうございます。落ちた。セーブポイントに行きたかったんだけどきつかった、もう。もうこれセーブポイント戻れねえのか。あ、いや、こっから戻りそう。あっ、もうジャンプ距離が足りねえ。なんかすごいことになってんな、ここ。え、あ、なんかある、棒がある、棒が。登れないか、これ。その掴んで、掴めない、それ、掴めない、そ、掴めないか。そっから登れるのか、この腕に乗れる？乗れない乗れない落ちた落ちてったちょっと待てよ、嫌な予感がするぞ、これ。もうこれね、ですよね、ですよね、ほんとね。楽しくなってきたぞ。ノーミスでいってやるもん。いいじゃないか、これぞこれぞ高難易度ゲームよ。全部ね、自分の操作が悪いんですよね。もう覚えたかな。よし、えい、えい、で、こっからよっと、危ねえ、罠が作動しましたが、当たらなければどうということはない。当たったね。よし、でもいった、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 これはいった。
よし。よしよしよし。竜頼むよ、これ。こうね。タイミングが遅かった。よし。ああ。いったー。よし。リバースバベル空洞。だいぶまだ下に行かなきゃだろうな。おー、ちょっと。これね、足元注意ですよ。危ねえ。わあ、こっから足元注意な内容になってくるのか。リュウ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 まあセーブポイント通ったからいいけどさ、もうこっから急にシビアなジャンプアクションです。忍者流電剣感が出てきたな。お前忍者なのにさ、ちゃんと飛んでくれよ。え、こうだよ。あぶね。これちゃんとやっといた方がいいな。空中のこの攻撃やった方がいいな。でちょっと縦方向に、いや横方向に。おお、怖い。もういやー、なんかある。うわー、めっちゃなんかめっちゃ出てきて、めっちゃ出てきて。うわー、大丈夫これ、大丈夫これ。下下見て下。おお、びっくりした。あ、もうまた、おおわーって言って落ちるかと思った。おお、戻るよな。この高さは平気なのな、お前な。ほら、またなんだぞ、ローリング。うわー、あ、お前らと、お前らの方が幾分か精神的に楽だわ、戦う方が。あ、落ちてった。かわいそうな。はい、絆落とし。竜、気をつけろよ、気をつけろよ、お前。よっしゃ、よいしょ。いた、あ、形跡がある。なんか持ってくるのか。うん。うわー、なんかいる。え。え。もったいないな、バカ。俺。ん？ん？これだ、大丈夫なやつ降りて。またオファーっつって落ちてかないよな。ああ、大丈夫だ。オファーとはならないけど、なんか変なのがいる。なんだ、キモいキモいキモい。宝箱取りたかった。うわー、うわ、なんかいろいろある。宝箱取りたかった。戻れ、あ、こっから戻りそうじゃない。あ、いけるいける。スカラベがあっただけだ。あ、いや、いけるいける。よしよし、こっからいける。うっかっけん、乗れ。竜飛んで、竜。
A ボタンが間に合わなかった。よし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 、おっ、よっ、いって、いってよ。あー、また攻撃を忘れる。攻撃でちょっと伸ばし、距離を引く、距離を伸ばした方がいいのか。これまあやり直しが効くからいいけど、落ちたら即死のところとか出てくるんだろうな。さっきもそうだったけど。よし、いいね。いやー、新名獣これは大事だ。こっちだな。おお、怖いわ。もう急に奈落はやめてくれ。あ、セーブポイント。巨大化石前、ジンまで行った。だいぶ長いな。9個集めなきゃいけないのか。9個でいい。なんだなんだなんだ。わあ、おお、コウモリにやられんだよな。気をつけろよ、リュウ。リュウ、気をつけろよ。また落ちたらお前、うわーっつって落ちてくぞ。忍者なのに。忍者なのに落下し。危ない。よし。危ねえ、もう。あ、ここはもう大丈夫そう。さっきのところも大丈夫だったんじゃないの？とことこ来たね。いや、イズナ落とし。イズナ落とし。いいね、いいね。はい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 。こいつらももう恐るるに足りん。イズナ落とし無双が始まる。よし、オッケー。お、つかなべ、こんなところに英語の墓所。戦じゃん。あ、なんかある。黎明薬か。なんだ？インタラクト。あ、え？かなり強い衝撃でなければ。ああ。それでいいの？おお！はい、一番落とし！うい！一番落とし！一番落とし！こればっかかって思われるかもしれない。これが一番効率いいっていうか、もう確実だもんな。雑魚戦も油断ならん。よし、オッケー。こっちか。なんか押したらまた戻りそう。道はなんかあるな。あ、なんだ。ええ。あ、ビゴリアンフレイル。これか。
このビゴリアンフレイルってのもめちゃくちゃ強いっていうか、かなり有能な武器の一つらしい。レベル2にしたいな。うわあ、なんかいる。痛い、ちょ、やめろ。痛い。おー、乗れ。これでも食らえ。あ、わかった。これ、忍法、鬼火の術がいいな。ほれ、はい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 、ははオッケー。ん、なに、あ、やばいんじゃない言う、これ。ドラウグローブ、うわー、なに、おー、あぶねー、あぶねー、いって、遠距離はやめろ、遠距離はやめろ、ほら、硬い、やべえ、ほら、こう、やべえ、またお前、危ねえ、いった、そう、イズナ落としが使えねえ、強敵だ。フレイル、こいつら結構使えるんじゃないかな。危ねえ、おおほほ、おお、いいね、気持ちいい。ほら、おおほほ、はい、危ねえ、危ねえ。おお、これは気持ちいい。ほら、ほら、聖杯取ればいいんだ。ニンニン、痛い、燃えろ、危ねえ、どんだけ出てくんだこいつら。あ、でも数はもうないな。おお、ビゴリが、うわあ、やめろ、やめろ。危ねえ。おっと。
ビゴリアンフレイルいいな。これは気持ちいい。確かにこれは強い。うわちょっと、おー当然の、あーちょっと待って、それは卑怯だよ。置き攻めやめろ、置き攻めは。これは遠距離タイプの敵から狙う。あぶね、ほら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 、よし、あほら、いいじゃないか、いいじゃないか、こういうのでいいんだよ、よくないよ、こういうのでこういうのでほらで、くそ、弓矢がまた飛んできた。よし、よいしょ、多いな。甘い甘い、うわあ捕まりた、もうカメラワークちょ、どんだけ出てくんだこれお腹いっぱいだよ、もうそんなおかわりはいらん。やる、しまった、最後か、まだいる、まだいるっぽい。あはっ、あ、忍術使うとやっぱ早いな。まだいる、あ、もうひょっとして倒さなくてよかった、いけたんだな、多分な。なんだ？あ、どう？ビーレベル目くらい。こんな仕掛けがあったな、数を減らさんと。50コンボ、まだ出てくる、
ーまた。ふむ。え、あ、下に下がっちゃったよ。もうついてたんだ。なんか途中で止まったのかと思った。やったー。もう余計なことしたー。あはー、どんどん増える。そしたらそんな強くないから、もう一方的にボコボコにできるな。無限湧きなんだこれ。もうゴリゴリだよ。遺跡なんでもゴリゴリだ。ああ大変な目にあった。帰ろう竜、なんかいるけど。あはしご登ってる間無理だ。あいやー、あーまだ嫌がる。いや、なんだよ。お、あお、いってそんなとこから攻撃してくる。そう、うわー、いやー、いやあ、あぶねえ、うわあぶねえ。よし、もう無視だ無視。うわっこいつらにいちいち付き合ってたらもう体力エキスだって無駄に。すげえ狙ってくんな。よし、ここならもういいだろう。あー、やった。セーブセーブ。気持ちいい。コウモリケチらしい。体力満タン。またここ戻らされるのかな。あっ、あ、ダメか。龍拳に切り替える。
か。ここに聖杯置くのか。はい。ふぅ。お。え。立て続けにか。うわー。なに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 。いって。うわー。よい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 よ。うわー。ダメージ食らったんすけど。これは武器はイグリアンフレイルに変えよう。なんだなんだ尻尾。うわこいつはやべえ。あ、早い。あい。これきついぞ、一気に。まだ体力半分削れてねえという事実。あ、え、どうした。あ、いって。だー、なんか急に弱くなったな。よしよし、あともう手だけじゃない。危な。それが一番痛いんだ。よしよしよし。あぶね。おっと、あぶね。あぶない、あぶない、あぶない、あぶない。よし。よし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 。よし、やった。地下から水が出てきて、どうすんだこれ。あ、終わったー。50分もかかってる。あー、いやー、そら常人だよな。秘密の地下。化石流の崩落は英語の眠りを打ち砕けた。奥へと続く暗い地下世界、高級ザルカンへの道は果たして見出せるのか。また下に降りていくの。あ、なんか落ちた。あ、やったー。また降りていくの。ちょっと次のセーブポイントまで行こう。じゃあ、いいけどさ、使うのいいけどさ、体力伸びるのいいけど回復しないっていうね。
ここまでにしよう。セーブして、よし。ふう、1時間40分ぐらいやったか。あ、いや、2時間40分か。よし、まあ、だいぶ今回もで進んだんじゃないかな。まあ途中かなり30分ぐらいぐだったような気がするけど、まあいいや。よし。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ。はい、お疲れ様です。